2023年10月の8日から11月8日の四緑木星さんの運気についてお話をしていきたいと思います。四緑木星さんは10月はですね、ちょっとね2パターンに分かれそうなんですね。で、今までね割とこうコツコツ努力してこられた方っていうのはそれがねこう評価されて実るっていう時なんですけど、今までなかなかね思うようにこうちょっとサボっちゃったみたいな人ですね。そういった人は、まあ、表面的にはそんなに表立って出てこないんですけれども、やっぱりちょっと水面下でいろいろトラブルが出てきたりだとか、まあ、ちょっといろいろあんまり知られたくないことが表に出たりっていうようなことになる時なんですよね。だからやっぱりね普段からもちろんね忙しくていろんなことが手が回らないこともいっぱいあるんですけど、やっぱりねほんの1ミリでもちょっとずつこう努力をして重ねていくと、やっぱりそれは必ずこう成果としてやってくる。でそれがねちょっと現れる時なので、まあどっちになるかなっていう感じなんですね。まずね仕事運からなんですけれども、まあ変化がね起きやすい時なので、自分自身が、まあ、例えば転職だったりとか転部だったりだとか、ちょっとポジションチェンジみたいなことになることもあるし、上司だったり部下だったり周りの同僚だったり、ちょっと自分以外の人が、まあ、転勤になったりとか、そういうこうね今までとこうちょっと環境が変わりそうなんですよね。でそうするとちょっと今までとね、ペースが変わるので、すごくね仕事が大変だったりするかもしれません。やっぱりそういう時すごく大事なのは、自分がまあどっか行くっていう場合、引き継ぎですね。もうこここそやっぱりもうね本当にコツコツじゃないですけど、ちゃんときっちりしておく、まあ、そこが後々やっぱりねそこに影響を及ぼしてその評価につながっていくってこともありますので、やっぱ手を抜かないっていうことすごく重要な時になりますね。そういうのを手を抜いた結果が自分に返ってくるっていうのをね感じる時だと思うので、まあ、手を抜かずにね引き継ぎをしていただければいいかなというふうに思います。金星運なんですけれども、まあ、今月は割とこうなんだろう、ちょっと、いいところにお誘いがあったりだとか、ちょっとね派手なところにご縁がありそうなんですね。なのでちょっとね出費がかさむかもしれませんね。でそういった時にはやっぱりこう後々のこと考えたら、そこはやっぱり言っといた方がいいなっていうんだったら、やっぱりそこはお金かけないといけないですしね。だからちょっと虎の子をね出さないといけないかもしれないですけれど、長い目で見てね、どこにお金を使ってどこをね削るのかっていうことは気をつけてね、計画を立てていただきたいなと思います。で今月はねちょっとだけ貸してくれないかなみたいな人とかもね出てきそうなんですよね。だから周りでねお金を貸してくださいっていうような人とか保証人になってくださいっていうのは もちろんですけど絶対に断っていただいて、もし貸してね返ってくるお金であったとしても、後々絶対ねあんまりいいことにはつながらないんですよね。だからお金の貸し借りは大事な人こそしないっていうことをね肝に銘じておいていただきたいと思います。では次に相性運なんですけれども、出会いもあるし別れもあるしみたいな、結構ね出入りが激しいみたいな時なんですよね。だからまあもちろんその中でチャンスをつかんですごい自分に合う人と出会うってこともありえるし、今までお付き合いしてた人とまあうまくいかなくなってお別れになるっていうこともありえる。だからこう会うこともあるし別れることもある。だからすごく動きがある時なんですよね。まあ、動きがある時っていうのは、まあ、シングルの人にとってはいいことかもしれない。カップルの方にとったらやっぱり不安定な時になりますので、やっぱりその今の現状を維持していくっていう時には、相手へのね言葉がけだったりとか、そういうちょっとした配慮とかね、そういったものがすごく影響してくる時なので、些細なことだと思ってるとちょっと大きなことに発展してしまいそうな時だから、言葉にもねぜひ気をつけていただきたいですね。相手への思いやりっていうのもね、忘れないようにしていただきたいと思います。そしてカップルの方はなんかねジェラシーみたいなのがもしあったとしたら、それすごく危険な感情なので、
相手の方とは自分の思いは伝える、だけど変に相手を確かめるとかね、そういうこう駆け引きみたいなことはやめておいた方がいいです。では次に健康運なんですけれども、持病のある人はね、ちょっとねまたそれが再燃というかね、ちょっとまた悪化してくる可能性があります。だから、ちょっとねなんか変化を感じたらやっぱすぐに病院に行かれることをお勧めしますし、しっかりここで治しておけるように、あんまり焦らずね、本治療ですねしておいた方がいいなと思います。あんまり甘く見ない方がいいかなと思います。まあ頭にねなんか、まあ、例えば頭が痛いとかね、ちょっと重いとかそういったことがあるときはしっかりと調べておいた方がいいと思うので、特に頭気をつけていただきたいと思います。あとはね、ちょっとね私も昔になったことあるんですけど、脱水症状って結構怖いんですよね。なので、ちょっと涼しくなったとはいえ水分でね結構蒸発していますので、水分をやっぱこまめにとっておいていただきたいと思います。急に真っ暗になるとかね、本当に怖いですから、脱水には注意をなさってください。では白く木星さんね、今月今までの成果がちょっと現れてくるっていう時なので、どういう風に出てくるかわからないですけど、やっぱりね普段からの、コツコツがその先につながってくるっていうのをね実感できる時かなというふうに思うので、今からでもちょっとね、いろいろ物事を積み上げてコツコツやっていくっていうふうにねしていきたいと思いますので、覚えておいていただければと思います。はい、では次回は豪土星さんになります。ではまたお会いしましょう。